池田市立図書館は大阪府池田市にある公共図書館。池田市が運営する図書館には本館である池田市立図書館、文館である石橋プラザの他に移動図書館の札記号がある。全館の蔵書数は392、582札で年間貸し出し数は748、436札である。1962年3月31日。 池田市立図書館条例が制定される。同年6月25日、新町一丁目に施設が完成し、同年8月3日に開館される。当時は、館内での閲覧のみであり、蔵書冊数は3、613冊であった。1978年5月18日、市政施行40周年の記念事業として、図書館を新たに建設するための委員会が発足する。 1979年6月10日、図書館の寄稿式が行われる。1980年3月31日、さつきが丘一丁目に図書館が完成する。同年4月29日に開館式が行われ、同年5月1日に業務が開始される。当時の蔵書冊数は56,000冊であった。同月7日に移動図書館冊記号による巡回貸し出しが開始される。 1991年6月1日、貸し出しさ。1998年2月7日、文館の石橋プラザが、石橋2丁目に開館する。当時の蔵書冊数は15.000冊であった。2003年10月1日、図書館のホームページが開設される。2007年12月2日、つきが丘の図書館の愛称が、丘の上の図書館に決定される。2008年1月1日、 貸し出し冊数の上限が5冊から8冊に変更される。2014年4月1日、菅原町1丁目の中央公民館に図書コーナーが開設される。同年9月、ツイッターが開始される。2015年3月1日、川西市の図書館との相互利用が開始される。2017年7月1日、北節の七市山町による公立図書館の広域利用が開始される。 2018年12月24日、丘の上の図書館が閉館され、本館としての役割を終える。2019年2月28日、図書コーナーが閉鎖される。同年5月1日、本館がご副町に移転開館される。貸し出しには利用申し込みが必要であり、池田市民及び池田市内に通勤、通学しているものが可能となっている。また、 川西市との相互利用や北接地域の広域利用が行われており、当該地域に在住の場合は利用者登録を行えば、図書の貸し出しが可能となっている。利用申し込みをすると支給される。図書館カードは本館や石橋プラザのほか、移動図書館で共通に利用することができる。返却は本館や石橋プラザのほか、移動図書館のどこでも可能である。 貸出冊数の上限は8冊であり、貸出可能期間は2週間である。移動図書館札記号は本館や石橋プラザの利用が地理的に難しい市の北部、南部地域を中心として市内の十数箇所を巡回している。池田市立図書館本館は池田市後副町一番一号にある図書館である。池田市教育委員会によって管理運営されている。 市政志向80周年の記念事業として、2019年5月1日に、阪急電鉄池田駅前に開館した。蔵書数は、およそ11万冊である。中央の受付カウンターに向かって、右側には、文学関係の一般書、郷土資料、実用書などが配下され、左側には、新聞、雑誌、児童書、絵本などが配下されている。鉄筋コンクリート作り。 地下1階地上12階建てのサンシティ池田の3階部分を使用しており、床面積は1、441.72平方メートルである。建物は駅に直結している。施工は半球建て層が担当した椅子やソファー、壁紙などは市内にあるアルネヤコブセンの専門店、ハウスオブトビアスヤコブセンのものが用いられており、セブンチェアやツインスワンなどが置かれている。 丘の上の図書館は、自然の緑に囲まれた環境の中にある図書館として、およそ40年の長い間市民に親しまれてきたが、その一方で、給料の中原に位置しているため、交通の利便性の高い駅前などに移転することを求める要望が多く寄せられていた。また、施設の老朽化が進行しており、大規模な改修工事が必要な時期に入っていた。このような経緯から、 丘の上の図書館を移転する形で開館された池田市立石橋プラザは池田市石橋2丁目1番1号にある池田市立図書館の文館である池田市教育委員会によって管理運営されている石橋半大前駅から北西へ徒歩でおよそ3分ほど行ったところにある鉄筋コンクリート造り3階建てのリバーサイドビルの1階部分を使用しているビルは 国道176号沿いに立地しており、すぐ隣には、美濃川が流れている。床面積は382平方メートルである。1997年7月30日に着工され、同年11月30日に完成され、1998年2月7日に開館した。同年6月18日に、身体障害者用のトイレが設置される。同年七月一日に、 市民サービスコーナーが開設される2017年3月31日に市民サービスコーナーが廃止される池田市立図書館旧本館はかつて大阪府池田市佐月が丘1丁目10番12号に存在した図書館である延べ床面積は2512.31平方メートルである鉄筋コンクリート造り地下1階地上2階建ての建物であり 1>, 1階には文学関係の一般書のほかに児童書や一般雑誌が配下され2階には文学以外の一般書のほかに視聴覚資料、郷土資料、専門雑誌などが配下され1階には主に閉下書庫が置かれている池田駅から北東へ徒歩でおよそ15分ほど行ったところにある1980年4月29日に池田市立歴史民族資料館に併設する形で 開館された。2007年10月1日から11月5日にかけて図書館の愛称が市民から公募され、同年12月2日に17の案の中から丘の上の図書館に決定される。2008年7月にはエアコンが故障したり、水道管が破裂するといった事案が発生している。ありがとうございます。